ごきげんよう。中3の英語ですね。次回がね、ランキングテストということなんですね。それで、英語に関しては、連語っていうんですかね、をちょっと覚えてほしいということもありまして、その連語グラマリでの、和訳問題ですとか、作文の問題とかっていうことで、今日ね、発表した通りではあるんだけれども、ちょっと2、3、4、5、6だね、5ぐらい、ちょっと確認しておきたいことがあるので、それをちょっと今日は見てみようかなということですね。はい、ではまず最初ですね。はい、There were a few boys in the park。話題としては a few という部分なんですが、はい、a few というのは、数えられるもの、後にね、加算名詞と言いました。数えられるものの前にくっついて、はい、a few でね、2、3の、少し2、3のっていうような意味があるわけなんですね。はい、ですから、There were a few boys in the park ね、来れば、There is there ですから、何々がどこどこに何々があるんですね。だから、公園には、2、3人の少年がいますって、なんていうことになるわけですよ。じゃあ、例えばですよ、今、数えられるものと言ったんだけれども、で、数えられないものが2、3、少しということであったらどうしようということになると、はい、今度は a few じゃなくて a little というふうに使ってあげるんですね。a little ね、ということですな。はい、数えられるものであれば a few と使うし、数えられないものであれば a little と使っていくんだということでした。さあ、そして、もう一丁ね、ちょっと似てるもんでね、今、a few だったんですが、few だったら、few だったら、few だけ、few だけ、few ね、few だけだったら、これまたね、ちょっとというか、全然違う意味が出てきちゃうんで、はい、ね、few だけになるとね、はい、そうするとね、もう、ほとんどない、で、ほとんどないっていうことで、またまた全然違う意味が出てきちゃう。このあがあるないだけでね。はい、ですので、あがあるないもしっかりね、注意して見ておきたいということなんですね。ただ、今回の話題としては、a few というのを覚えてもらおうということでございました。ね、ただし、数えられないもので、a little なんていうのを使ってみようと、ね、扱うっていう場合もあるし、あが抜けて few だけになっちゃったら、ほとんどないなんていう意味にもなるんだよ、とね、いうことだったわけですね。はい、続きます。はい、he ran as fast as he could。 はい、ここではね、一応その連語っていうかの形としては、 as as one can っていうので紹介してるんですね。で、例文としてはこいつなわけなんですが、よくね、 as as one can で、そう、できるだけという意味なんだけれども、できるだけで as as one can ね、 as as one can ね、だから as as one なんちゃって、 one ってそのまま使っちゃったりするミスも出てくるの。で、この one っていうのは何かっていうと、この主語、主格の形、代名詞ですね。はい、こいつが入ってくるっていうことなのよ。はい、だから、例えば今回主語が he だったからね、as fast as he なんていうふうになってるし、例えば she だったらね、she になるしと、ね、いう感じで、その主語のか、ね、主格の形で入ってくるという意味がこの one というものだったんですね。はい、そして、as as one can でできるだけなんだけど、今回は過去形だったんだ、ここが。だから、はい、この後に続いてます、can の部分も could ということで、ここもね、連動というかね、して、過去形になってるよということなんだね。はい、ですので、まず、as as one can という形で、できるだけという意味。で、one っていうのはそのまま one って使うわけじゃなくて、時によりその形がね、主語の部分、主格の形で変わっていくということですね。はい、そして、can もね、過去になれば could なんていうふうな形に変わっていくということでございました。はい、次ですね、その one っていうのがね、ちょっと今回ね、出てきたので、その似てるようなもので、今度は you must do your best で、はい、do one's best、 はい、do one's best、 今度は one's という形。はい、ones っていうのは今度は所有格なんだね。はい、所有格の形で入るということですね。はい、だから、ほら、ね、やはり主語に合わせて do your best になってるということですよね。もし、例えば、主語が I とかだったら do my best とかになるであろうしと、ね、ということで、はい、所有格で入っていくよということでの do one's best、ね、最善を尽くすということでございました。ね、do one's best で最善を尽くすですね。はい、で、またその ones が出てくる形で、 I met Mr. Brown、 はい、on my way to school ね。
On one's way to です。On one's way to で何々の途中でということですね。はい、ですから今回はやはりまた one's ということですので、はい、ここの同じ所有格の形が入ってくるということだね。はい、主語 I に対しての my ということで On my way to school でなんていうふうに書いてきたということでした。はい、このね、On one's way to で何々の途中でというようなことになるんでね、今回は学校へ行く途中でということだね。私は学校へ行く途中でブラウンさんに会いましたね、なんていうことになってるんだねということでした。さあ、それから次はね、これもよくね、結構ね、ワンデイでね、一日とかって訳してしまう人がいるんだが、はい、ワンデイは一日じゃなくてですね、はい、ある日なんです。ある日ね、ワンデイである日ね、やはりこう決まった言い方になります。はい、He came to see me ね、ある日彼は私に会いに来たということですね。はい、ある日、ワンデイである日なんていうこと。それから、まあ似てないんだけど、in those days なんていうのがあるんですね。そうするとやっぱり、あれらの日とかって訳してくれちゃう人が多いんですが、はい、この in those days で当時という意味があるんだね。はい、ですから当時、there were no bikes ということで、やはり there is there are ですけれどもね、自転車はありませんでしたというふうな形になってきたということでございました。はい、それなんでね、一応例文としてね、覚えてもらう中で、こういった one とかが使われてくるとね、それぞれちょっと文章の、ね、形によって少しね、変わってくるっていうものがありまして、そこをそのまま、例えば one とか once とかってね、覚えちゃってもらっちゃう人も結構いたりするんでね、そんなところをちょっと確認のために今日もう一度、紹介したということでございましたということでした。さあ、ということで次回ランキングテスト、ぜひとも100点ポッチマっちゃってくださいよ。で、抽選券ももう1枚もらえちゃうなんていうのもありますのでね、ぜひとももうすっくりそっくり覚えちゃってくださいね。はい、ではまた。